だとめっちゃ落ちるメイク。スッキリーン。マシュちゃん、つたき様、 YouTube 見てくれた方ありがとうございます。 YouTube ライブ生で見てくださったこと本当にありがとう、嬉しい方です。メイクが落ちる瞬間が一番すっきりかもね。これ見て、こんなに汚れみたいに思われそうだけど、これ顔が汚れてるわけじゃなくてメイクですからね。ドロンコがついてたわけじゃないですからね。泥まみれになってたわけじゃないです。大塚とし、こんばんは。たまに怒らせたりして、目がかゆくて、目かいちゃう、目かいちゃいけないんだよね、あんまり。すっごい目かゆいんだよね。目かくとさ、目のさ、まぶたとか目の下の皮膚が伸びてさ、シワシワになっちゃうから、あんまり目描きたくないんだよね。さっき家帰ってきて、で、あれ見てた、ミリオンなんちゃら。おもろかったな。ミリオン。久しぶりにテレビ見たわ。ミリオンなんちゃら見て、みんなすごい似てるなーって思いながら。ザードの人が一番似てたわ。ザードの人。めっちゃそっくりやったな。てかあのザードの人でさ、501点取れなかったら、誰が取れるんだろうって思ったくらい似てたけど、あの人やっぱ分かんないね。やっぱ音楽し審査するって分かんないなって思った。超そっくりだったよ。だってあの人手をつないだら行ってみよう、燃えるような月の輝く丘に。いや今日もすっきり、キリキリキリタンポ。すっぴん。なんか恐怖映像みたい。歯が綺麗ですね。歯医者行ったりホワイトニング行ったりしてるからね。矯正もしたしね、ちっちゃい頃。お金かかってます。マスルちゃんこんばんは。タコ坊主さん、発酵石使ったし、こんばんは。バシちゃんもこんばんは。みんなこんばんは。私の歯はお金かかってますからね。いや、歯綺麗でないと。歯以外も綺麗ですね。ありがとうございます。まあ他もお金かかってますからね。でももうちょっと下の歯とか歯並びよくできたんじゃないかなって思う。
ん、まあこれぐらい歯綺麗、歯並びよかったらまあいいよね、全然ね、まだ全然いいよね。いちたちゃんファネベラップありがとう。拭き取り、はあ、すっきりすっきり。もうさ、なんかさ、疲れたんだかなんだか喋る気力がなくなってる今。ギリギリみやちゃんさんこんばんは。誰か代わりに喋ってくれ、コメント拾うんで。誰か代わりに喋ってくれる人募集、救世主。果てしない闇の向こうに手を伸ばそう。昨日パックし、昨日はなんかパックしする気力あったんだけど、もうちょっと今日パックする気力がない。今日パックする気力がない。なんかなんでだろう。たまに遅らせたりして、まあ、あんまり日には浴び、まあ、ちょっと今日は日に浴びたからビタミン C いっぱいす言うとこ。皆さん日焼けとか日差しにはビタミン C がいいですからね。ビタミン C のサプリとか、ビタミン C が誘導体とかが入ってる化粧水とか化粧品類を使えたらいいと思いますよ。見てガチャガチャ、クロミちゃんのガチャガチャがあった。びっくりした、クロミしか入ってないガチャガチャ。昨日だか昨日かな、昨日回して開けてなかったんだよね。ハムちゃん3000回も来てくれてんの。ハムちゃんありがとう。チュッチュッチュッ。キリギミヤちゃんさんこんばんは。クロミオンリーのガチャガチャがあった。めっちゃ良くない、クロミオンリーとか。ってことは私にとってはハズレなしってことだからね。ほら、みんなのクロミコレクションやばくない。ほらで、これ5種類あるんだけど全部クロミなの。やばくない。へえ、それだけよく配信してくれてるのね。そうね、ありがとね。そどれも当たりない、ありがとう。そんなハムちゃん私初めて言われたそれ。
私なんか初めて言われた気がする。いや言ってくれた人もいるのかな。でもなんかそうやって言うしてくれる人結構少ないからさ、嬉しい。ありがとう、みんなも来てくれてありがとう。ハムちゃんファネベラップありがとう。そして今回のクロミちゃんはこちら、私が一番欲しかったやつ、泣いてるクロミちゃんがいいなと思ったらほら見て、かわいい泣いてるクロミちゃんでした。見て超かわいい、やばくないこれ、超かわいい、かわいい、やばくないですか、めっちゃかわいい。全部育てたい、全部育てたいじゃない、間違えた、全部揃えたいって言うとしたら今全部育てたいって言っちゃった。全部揃えたいけど、一番欲しかったのが当たったのですごい、本当はねもうなんか全部揃えるまでやろうかなと思ったんだけど、一番最初に一番欲しいの当たってちょっと自分の心の中で満足しちゃって、また次やろうと思って、次やったらやろうみたい。かわいい泣いてるクロミめっちゃかわいい、これこれなんかさ普通に携帯とかにつけたい。対象年齢6歳以上だって。コーヒー吹いた？どういうこと？何がコーヒー吹いたの？どういうこと？なんで？もう分かんないよ。かわいい。これ携帯につけたいな。キーホルダーにしたい、これ。脳みそに。ねじ込んでキーホルダーにしようかな。めっちゃ可愛いこのクロミ、泣いてるクロミ。果てしない闇の向こうに、おお。ジョイさんこんばんは、はじめまして、おてきりやっています、よろしくお願いします。挨拶ありがとうございます。返信最近スレッズをよく使ってますよ、スレッズ、かわいい、私の大好きなマスワカツバサちゃん、なんでこんな吹けないんだろう、超かわいい。今日はねなんか一日楽しかったけど、楽しかったからさ楽しい疲れ、楽しい疲れだからすごい嬉しい、はあ、今日も一日皆さんお疲れ様でございます。そして最後まで配信まで来てくださってありがとうございます。あ、15分経過した、ありがとうございます。30分ぐらいで今日は終わろうと思います。私もなんか寝れる気がする。あんなにいっぱいコーヒー飲んで、で帰りにラーメン食べたんですよ。もうラーメン食べたくて仕方なくて、めっちゃお腹空いたのね。でラーメン食べてと思って、ラーメン食べてニンニクマシマシでラーメン食べたのに眠気に襲われるっていうね、本当にやばいやつ。元気になりそうなのにね、逆に目とか冴えて。ライブのためにボイトレとかしたの？うんうん、してないけど。してないよ、ボイトレとか行かない。なんで？まあ本格的に音楽活動し
してるわけじゃないんでね、気軽に楽しく歌えたらいいなっていう私の中の願望があるので、うん、ボイトロとか本当に本当にもう歌でご飯食べていきますってぐらいの感じがだった。あれだけ歌えるのは本当すごいと、ありがとうね、本当に涙涙です。次じゃあリクエスト募集するわ。次やるときなんかリクエスト募集とかしてみようかなって思うね。第3回第4回ぐらいでさ、リクエスト募集書きようかな。でそっから私が選ぶ。すずちゃんこんばんは。今になってさ思い出してさ、でもアコースティックアコースティックバージョンのさマックスときめっちゃ私楽しかった。え、なんかマックスとき歌ってマックスとき歌って何回も歌ってるんだけど、結構ほんと 5本何十回も何百回も歌ってんじゃない、アイドルの時合わせて。なんか普通に5本の指に入るぐらい、何百回も歌ってる中で5本の指に入るぐらい楽しく歌えたマックス時、アコースティックバージョンマックス時めっちゃ良くなかった。なんか直人さんの練習量もえぐそう。え、でも曲決まるまで、まあ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 。ねえ、直人さんめっちゃ上手。私もギター習うか。でもさ、その言ってた通りさ、やっぱり習いたいと思って習わないといけなくて、いやいや習っても覚えらんないから、やりたいなって思ったら来てください。気軽に来てくださいって言ってたから、私も、やりたいなって思ったら行きますって言っといた。私はカラオケで練習したりするから、うん、一人で満喫のカラオケで練習したりする。なんか個人で車の中とかで、車の中で音楽流しながらずっと聞いてたりしてたな。聞きながら、車の中だったら一人じゃん、まあ、周りからちょっとすごいなんか熱唱してる車いるなぐらいだ、見えるぐらいだから、全然私はそんな気にしないから、車の中で歌ってある。車の中で歌ったりカラオケで歌ったりするぐらい。を登った先の暗がりよし、でもこれ歌いたかったからよかったんだ。だいたい曲を歌うのが一番いいじゃん。生まれてから死ぬまでの衣装の中に、最初セクシーゾーン送ろうって思った時に、え、でもセクシーゾーンとか嫌かなと思いながら、ナオトさんとか絶対セクシーゾーン、セクシーゾーンとか聞かんじゃん絶対。バンドとかまあ聞きそうじゃん、絶対ジャニーズとか聞くような人じゃないからどう思うのかなと思ったけど、めっちゃセクシーゾーンの曲いいって言ってもらって、だから私はファンとしてちょっと嬉しかったもん。セクシーゾーンファンとして、その自分の推してる人の曲がいいって言われて、めっちゃいいって言われて、マックス時もいい、自分もカバーしようかなって言ってて、え、めっちゃ、え、そので周りがいい曲だなって思ってもらえるのもすごく嬉しいですよね。自分の好きな歌がすごくいいなって思ってもらえるのすごく嬉しい。自分が好きだからね、やっぱり好きになってほしいなって思うもん。ジャニーズでアコースティックな感じで歌えるのってあれぐらいなのかなって思ってる。あ、でもまあ他にもあるか、夜空の向こうとかもいいかもね。夜空の向こう、君を守るため、そのために生まれてきたんだ、溢れるほどにそうさそばにいてあげるとか、めちゃめちゃいいね。
ゆったりまったり、なんかちょっともうちょっと暗めな感じのところで、眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート、ライオンハートじゃんねこれ、夜空の向こうじゃないじゃん、なんで私ライオンハートだったんだろうね。夜空の向こうってなんだったっけ待って、夜空の向こうが出てこないぞ、待って、夜空の向こうってどんなやった、今薬箱の歌歌っちゃった、え待って、君を守るためじゃないな、夜空の向こう、あれから僕たちは何かを信じてこれたかな、だ、夜空の向こうには、そうだ、あれから僕たちはだったね、新鮮でね、楽しかった、今日のライブ、あいみょんとかね、あれか、みんなありがとう、あれからだったね、みんなごめん、あれからでした、でれんれれ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 、次何がいいかな、次だから女性縛りとか男性縛りとかね、アイドル縛りとかアニソン縛りとかやりたいな、君の相葉がズキュンドキュン走り出しってこんなレースは初めて、321はいスパチャ投げられないんだっけ、スパチャね、多分ね、登録者数1000人以上いかないと、1000人以上とかなんかのあれを超えないとスパチャ投げれないんだと思う、うん、あの収入のあれを超えないといけないから、スパチャは今投げれないと思う、あのぜひスパチャは今あのショールームで投げていただけたら、スパチャよかったよって投げ銭はここで、あの曲歌のよかったよここで投げてくださったら光栄です、あの事後で事後でありがとう、おつたき、お疲れギフト、おつじゅう、ありがとう、桜リーメンも歌えたらいいな、なんかみんな あれ歌いたいな、私あれ歌う、かりゆしの終わり始まりとか、あ、ひろいちちゃんこんばんは、ありがとうありがとう、お疲れだね、たくちゃんファレビラップ、ありがとう、みんなもお疲れ、みんなの元気になる歌、あ、明日はきっといい日になるとかも私めっちゃ好きだから歌いたい、大好きな人と会えなくなった時から、ダイエットしようダイエットしようとかすごいさ、なんか夏だから痩せようとか思ったけどさ、全然話変えるんだけど、最近平野翔くんがさ、ほらまた芸能界復帰してさ、あの今インスタグラムをすごい楽しそうにやってるんですよ、平野翔くん、で平野翔くんのそのインスタグラムのさ、ストーリーの質問箱返すやつ、質問箱毎日100個以上返してるのに、あの人多分もう何千何万と来てるのに、毎日もうほんと100個ぐらい返してて、偉いなとか思いながら見てるんですけどその中にね、ぽっちゃり好きなんだって、平野くんはぽっちゃり好きなんよ、なんか質問箱にぽっちゃりはどうですかって言ったら大好きって書いてあったのね、え、平野くんってぽっちゃり好きなのって思って、ちょっと私ぽっちゃりでいいよって思ったそう、タッキーの事務所入った2B にね、よかった、私もね、どこの事務所に所属してもいいよ、私あの平野翔くんっていうか、そのなんていう、平野翔くん、神宮寺くんっていう、あの存在をき、あの存在が消えなきゃそれで何でもいいって思った、まあ、キング&プリンスとしていてくれた方が一番なんだけど、やっぱり自分の楽しい、環境で自分のやりたいことやってほしいから、すごく光栄です、そう、
平野翔くんぽっちゃり好きなんだってほんとかわかんないけど、やっぱ平野翔くんってかっこいいよね普通に。だからみんなかっこいいねやっぱりね。すごいよね私のこの決め方でもね。まあ別にデブになろうとは思わないよ、わざわざ。程よいぐらいで健康的でいいよ、それが一番。痩せすぎもね。うわ、うまそう。これすっごいいい笑顔だよ、これ直人さん平井堅さんのノンフィクションも女性が歌い上げると爽快だよ。あ、そうなんや。平井堅さんとかあんま聞かないなこれすごくない？不意打ちに撮ったんだよこれ。絶対カメラ目線ではないんだけど、カメラ目線に見えるよねカメラ目線に見えるけど、これ全然カメラ目線じゃない、盗撮と一緒やからね、これ。本当にかわいい。見て、ご飯チューブつけて、ご飯チューブつけてかわいいね平野くん。平野くんすっごいイケメン。こんなんがさ、こんなんがって言って、こんな美形二人が歩いてたら何度見するだろうか私は。あれから僕たちは誰かを信じてこれたかな。リンリンいなくなるって。マイファス VS、 マイファスと、え、 VS っていう名前なのかな。マイファスとワンオクが一緒にライブするって、ちょっとこれ見に行きたいね。やばい、これ行きたい。11月14日、東京ドーム。兄弟喧嘩みたい。兄弟喧嘩だこれ。ほら、弟と兄の。いいね。まあ、ヒロもね、タカもすごい好きやから、 どっちもいいよね。マイファスもワンオクも。これめっ、これ絶対チケットすごいことなるぞこれ。あ、全席指定で12,000円やって、で SS 席18,000円やって。でも12,000円と18,000円だったら18,000円買いたくなっちゃうな。この2人やばくない？これ見に行きたいね。見に行きたいね。ちょっと今度応募してみよう。いつ応募できるんだろう。いいねしといた。え、ね、すごいね。規模でかいよ。ワンオクさんだよ。前ワンオクと兄弟だよ。兄弟で、これにお父さんとか特別出演してみ、めっちゃおもろいよな。森政子と森進一が
出てきたらおもろいのにね。だって全員音楽一家じゃん、すごいよね。全然でもさ、弟さんの声めっちゃ好きなのね。 お兄ちゃんの声も好きなんだけど、弟さんの声がすごい好き。私はマイファースのヒロくん、ヒロだっけ、あ、ヒロさん、こんばんは。50カウントありがとうございます。そう、ヒロさん、ヒロさん、そう、I wanna be a baby と全て。あー、そうだ、私メルカリのやつお金払わないといけないのにすっごい忘れてた。しかもメルカリのお金さ、払わなきゃいけないってさ、私メルカリでなんか買ったっけみたいな感じで思ったけどさ、なんか月額払いみたいなの知ったっぽくて、3円だけ払わなきゃいけないの。3円、え、なんなんこの3円って、永遠に払わなきゃいけないのかな。これ3円払ったら終わりなのかな。もう払うけど、全然3円だから払わないとかないけど、何の発数なんだろうとか思いながら、その3円だか6円だか、本当に5月利用分わかんないけどさ、ちょっと見て、あ、6月30に払わなきゃいけないんだけど、ほら見て、この3円、ほら払うよ、払うんだけど、この3円なんだろうと、本当に3円なんよ、すごくない。ガッチャン、ファネベラップありがとう。これ今すぐ払うでさ、コンビニ決済じゃないやつにしようかな。チャージ、お手持ちの銀行口座からチャージできます。ポイントを利用する、売上残高を利用する、別にそんなにね、チャージして払う、すごいよね、3円ってどうやって払うんだろうね。だけど、あー、今日なんか気圧なのか分かんないけど、ちょっと頭痛いんだよね、ちょっとだけ頭痛い。ログインされないんだわ。ログインされないんですけど。まあいいや。かっちゃん、ファネミラアップありがとう。はくろうさん、ファネミラアップありがとうございます。今何時だ？お、33分。ありがとう。明日の配信どうしようかな。明日の配信はお昼ぐらいから配信できたらいいなと思います。お昼から配信できたらええなんと、
イベント認証されてないんだよね。まあ私がイベント認証してくださいって言わなきゃされないのかわかんないけど、イベント認証してほしいんだよな。言わなくてもされないのかな。イベント認証承認か。明日はお昼ぐらいから配信したいと思います。よろしくお願いします。では男女発表します。この枠もありがとう。今日はねちょっとゆりあちゃんもお疲れモードなので早めに終わりたいと思います。13位めぐみのちゃんありがとうございます。12位もこんちゃんありがとうございます。11位、フリオヤジちゃんありがとうございます。10位プルルピコピコちゃんありがとうございます。9位ハムちゃんありがとうございます。7位てっちゃんありがとうございます。7位スノースノーさんありがとうございます。6位ティンバレラちゃんありがとうございます。5位トンビマンちゃんありがとうございます。4位つかとしありがとうございます。3位ジュンボーさんありがとうございます。2位ハコウシありがとうございます。そして1位がどこ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 じゃーん、タクチアンありがとう。タロポン涼しいギフトありがとう。しかもファンデビラップありがとう。ごめんタロポン終わっちゃう。タロポン来てくれてありがとうね。では皆さん今日もありがとうございました。 YouTube ライブアーカイブ残ってますので、まだ YouTube 見てない、今日の YouTube ライブ見てないよって方、生で見れなかったよっていう方、YouTube アーカイブ残ってるのでぜひ見てください。ではおつたき様でした。みんなありがとう。おやすみなさい。また明日おつたきー。